滋賀重藩は、日本の技術者、実業家、東京都出身。東芝の原子力部門を統括する地位にあり、2016年6月より2017年2月まで、同社の会長。元日本電気工業会会長。1953年12月13日、東京都に生まれる。1972年3月神奈川、県立湘南高等学校卒業。 1979年3月に、東北大学大学院工学研究科研資格、工学科修士課程を修了。同年4月に、東芝に入社。原子力システム設計部長などを歴任し、2006年に、電力システム社 WEC 統括事業部長兼、ウェスティングハウス上級副社長に就任。2008年より、電力システム社副社長兼 WH 社上級。 副社長、2010年より、電力システム社副社長兼 WH 社会長、2011年より、執行役常務兼電力システム社、副社長兼 WH 社上級副社長、2014年には、電力システム社社長に就任した。2015年9月より、代表執行役副社長、2016年6月には、取締役、代表執行役会長に就任した。 同年日本電気工業会会長。2017年2月14日、アメリカにおける原子力事業の巨額損失の責任を取り、取締役と代表執行役を辞任すると発表した。15日付で執行役となり、問題解決に取り組んだ後同年6月の定時株主総会をもって退任。ありがとうございます。